折れたりするんで、それで、今度は金属のしっかりしたアイリングというやつを買いました。薄いですよね。こんな感じで、はい、取扱説明も載ってますね。こういう風になってますね。かなりベタベタしてますね。こんな感じで、ちょっと後でまた外し方がちょっとね難しいんで、これ引っ掛けるものがついてますね。車になんかね、これを後ろにですねアイリングを貼って、ここにかけることができるということですね。車にも、はい、こういう感じで、乗せることができると、はい、でこう横に立てることもできますね。もちろんもう皆さん知ってあると思いますけど、こういうふうにこういうことが簡単にできるようになります。それを、まあ、買ったといったところですね。今日はそういうアクセサリーのご紹介です。これはシャンペーンゴールドですね。シャンパンゴールド、シャンパンゴールドですね、はい。シャンパンゴールドを買いました。こんな感じですね。金属で、しっかりしています。はい、はい。アイリングというやつですね。はい、はい。まあ取り付けたとこ見せたいんですけどね、時間が長くなるんで、今送ってきたのこれ一つと、またこれが、新しい第5世代用ですね。今新しい iPhone とかの充電用の巻き取りですね。一つ買うとね、iPhone またこう端子が変わったんでね、はい、こういうふうに今度はこんな端子の両方差し込み口がこんなふうな端子に変わったんで、また新しいのを買わなきゃいけなくなったということで、またこの、まあ、通勤に便利な巻き取り式、カバンに入れても邪魔にならないタイプというのが、まあ、これも楽天で、ポイントでお安く買いました。それともう一つ、ついでにこれですね、アクセサリー。これは旧 iPhone の、はい、あの充電ケーブルに差し込んで、使うと先端の部分が、ここがアダプターですね、変換アダプターというやつです。はい、まあご紹介しますかね。出して変換アダプターでこういうふうになってますね。お待ちください。こうやってね、こういう変換アダプター、これも、よく値段を調べないとですね、高いところから安いところまであります。これってものすごいばらつきがありますんで、お高いところは2,000円、安いところは200〜300円、400円ぐらいのところまでありますので、よく皆さんネットで調べて こちらのアダプターは買われた方がいいと思いますね。メーカー品がいいという方は、はい、そちらを買われたらいいと思いますけど、これで十分ですね。でこれはですね、まだ今流行りのと言いますかね、スピーカーのところにですね、スマホのスピーカーにこうスピーカーのところに突っ込んで、ここにアクセサリーをつけるというやつですね。はい、ここにキーホルダーとか、はい、アクセサリーちょっとしたものですね、はい、をつけるというキャラクターのなんか、はい、キーホルダーをつけるような、その時に、イヤホンに差し込むというやつ、2個で、まあ、150円か200円ぐらいのものですね、も一緒に、買いました。こういったわけで、iPhone の4とか iPhone 5以上のアクセサリーグッズですね。はい、まあこれはどれでも使えますけどね、タブレット何でも Nexus 7から全て使えます。金属製のいいやつを1個買えばですね、長持ちするんで、あまり安いのは買うと僕の経験から言ってここが折れますね。プラスチックとかいうのはここが弱くて、お安いところを買うとここが付け根から折れますので、はい、それと何遍もこれが粘着性が何遍も外れないのがありますんでね、そういうのもあるんで、よくこういうのは何回も水洗いすると復元しますんで、ぜひ、買われてはどうでしょうか。そういったわけでアイリング、その他諸々の iPhone 用の iPhone、iPad 用の、まあ、グッズみたいなものをご紹介しました。そういったわけで、はい、アイリングが、まあ、最もの紹介のあれでしたね。はい、そういったわけでさようなら。